もうなんか曜日感覚がわけわかんなく、もう学生じゃなくなったらさ、曜日感覚がゼロ、皆無。家にあの朝から家族がいるかいないかで、まず土日かを、土日かどうかを見極めて、4期候補生に3期生だとボキちゃんが好きって子いた。え、そうなんだ、嬉しいね。そんな、ポキさんかき氷派アイス派？え、どっちもだよ。だってさ、冬にさかき氷食べよ、食べたいなってとはならないけど、ふわふわかき氷は大好き。今日ポキちゃんのオーディションの映像見たよ。ね、なんでそんなみんな最近さ、どうしたの？なんか今日たまたま偶然ポキちゃんのオーディション映像見ましたって、その最近めっちゃ言われるけど、何、どうしたの？シャベピ踊ってるゆなちゃん可愛い。やめて、本当に。何？あー、シャベとピンクリリースから3年だからじゃない？そういうこと？だからオーディションのシャベとピンクのやつを見てるってこと？なんてことしてくれんの、本当に。そういえばなんかポキさんの流れて来てみたわ。その流れてきたね、ね、ツイートしてる人はもう特定済みなんだよ。こっちは、あー、また拡散してくれてるって思ったよ。綺麗になった、ありがとね、嬉しいわ。こんばんは、ポキちゃん最近村長の今このこの星は分かるよ。おけつ。そうなの。え、ねえ、ねえ、言ってた？大越さん、私からは言わなかったんだよ、どうかなと思って。そんなことしてるのバレたら困るかなと思ってさ。え、大越さんが言ってた？何かで。こんばんは。20番のポキちゃん、そう、正解。あ、そうなの。あのね、村長さんとお知り合いなの。最近ね、ゆな、あの、大越さんと追いかけっこしてるんですっていう話をさ、楽屋で追いかけっこしてるんですよって前話したじゃん。それ。お知り合いするために追いかけっこしてんの。
ねえ、本当にさ、やめて。かわいい。なんでさ、言うな、このさ、配信で推しの話しなきゃいけないの。なんかまず私がお尻を最初に触ったのは私。小越さんの誕生日に、おめでとうございますって言って、19歳初めてのお尻いただきますって言って、私が 公演の時に、楽屋だったか左腕のスタンバイだったかどっちかは分かんないんだけど、 やーって そしたら、あ、違うんだよ、ゆうなが LINE で LINE でそうやって、19歳のお尻は私がいただきますって言ったら いやいや、こちらも譲りませんって小越さんが帰ってきたから ちょっと勝負してたの そしたら毎回のように追いかけっこすることになっちゃってやってんの。おはようございますって言って、おごえさんからゆうなのを触る時もあるし、左腕のエネルギーチャージで2人でこうお知り合いして、よし、行くぞーって言って、一人の腕でってやってるんです。おすすめですよ、皆さん。ちょっとでも皆さん KMT 同士で知り合いしてたらちょっと嫌だから、やっぱりダメな。すごい距離が縮まるから、仲良くなりたい人とお知り合いするといいよって言おうと思ったけど、それを KMT がしたらダメ。また目が。いた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 、犬の毛いた。いたー、取れた。どっちの？わかんない、色じゃ判別できないんだよね。この前かき氷飲ましたよ。知ってる、見た。みんなゴルフする方はさ、やっぱりさ、上手くなるまで豆できた？
豆とかさ、水ぶくれみたいなの。痛くない？めっちゃ。グローブしてもなるもんね。はじめはめっちゃできました。やっぱりね、今日ひどいんだけど、本当にひどい。蚊に刺されみたいになってる。見て、ほら、中指の付け根やばくない？違う違う、グローブしてるんだよ。してんのにこうなったんだ、びっくりじゃない？うまくならないからやめちゃった。じゃあ優がさ、ゴルフ部になってさ、ゴルフ始めたからさ、一緒にやろうよ。優ね、テニスではほとんど豆できたことないんだけど、こんなでかい豆初めて。今握手会とかあったら手やばいね。そうなんだよ、全然可愛くない手だもん、握手しても。なんかポキの手なんかボコボコしてるって思われちゃう。ポキね、自慢の爪なんだよ。爪の形は綺麗って言われる。よく見て、小指の爪の形自慢。どう？人差し指。豆は右手、左手もあるよ、けど右手のやつがめっちゃやばい。私の手の中で一番のおすすめが小指なんです。あと親指も得意じゃない、得意じゃない、親指もおすすめ。誰と爪の形は同じ？スイスイ。スイスイと親指がめっちゃ似てる。他の指は似てない。爪の形よし、歯並びよし、顔もいい。やめてよ、照れちゃうな。付け根の白い部分あるよ。あ、なんかね、今までずっとあったんだけど、なんか親指しかなくなった。白い部分なくなると胃腸不調な、胃腸不調なんです。そうなんです、よく当たってる。私めっちゃ腹痛持ちだからね、いつもお腹痛くなってんな。こんばんは。性格もいい。いやなんかその各々の性格が、性格いいがさ、難しいんだけどさ、負けず嫌いだし、
なんか超真面目すぎてだし、プライド高いし、すっごいもう根っからの善人で優しくてっていうタイプじゃないよ私。どうよどうよ、へいへい、いつ見ても可愛い。何今日みんな褒めてくれる。え、明日からなのか4期生のあの追加オーディションの配信は。たまにコメント拾って、あさみ、はい、え、待って、22時半就寝なんだね。おやすみ、明日からも頑張ってね。という感じ、明日から審査？頑張ってほしいね。明日の5時、朝？うわー早起きー。5時は無理だ。絶対寝てる。話せば話すほど虜になって、あ、そうだ、そんなことを言ってたら思い出した、私えらい、あ、えらいえらい、もうほんと、さ、29日の、あー、どこどこ、これ29日のなんか追加できるらしい。当日券はないから29日行けるよって方はぜひ来てほしいな。ちょっとさ、あの申し込み期間が短かったから、見に行く？え、でもさっき見てたよ。さっき見た、やってる子の配信。私だから言ったじゃない、見に行きたいってば。見に行きたくて見に行ったよ。明日3時起き、あー、もう寝てください。おやすみおやすみ、頑張ってね明日も。追加販売だから、ぜひ、あの、おすすめだらけじゃないか。29日みんな会いに来てね。東京だけど、これ17時からってこと？あ、17時からなの？朝かと思った。朝起きれないとか思った。同じ名前の子の配信見てた。その方の配信は見れてないな、全然タイミングが合わなかった。なんかこれ売ってしまうと、もうどんどん無限っていうかなんだけどさ、3部で皆様が本当に頑張ってくださって、完売、オフラインさ、完売たくさんしてもらって、多分私今回4部制になったんだけどさ
皆さん本当に会いに来てね。この子4部にしたのに、なんか全然じゃねえか。最初だけかって思われちゃうよね。ちょっともっと私はね頑張るので、ショールームで気になるなって思ってくれたらいいんだけど。いや、なんかもうその皆さんがたくさん来てくださるのは本当にもう分かってるから、私がもっと KMT を増やさないといけない。多分最初だからポキってすごいんだぞっていうのを皆さんが皆さんに知らせたいっていうのもあって、多分たくさんお話ししに来てくれたとかもあると思うんだよね。だからさ、もっといろんな人に興味を持ってもらえるように頑張んないといけないんですよね。みんな本当ありがとう。皆さんのおかげで4部制になりました。きっとその4部制になったっていうのもあって、多分角田浜にてに選ばれてるのもあると思うんだ。みんなありがとう。本当に高みを目指して頑張っていくよ。私もタイミングってのもある。そうだよね、東京も難しいしね。皆さん新潟に住んでる方だったら、まあまだあれですけど、今29日の追加販売だけなんだけどね。今ひちゃんの前向きなところがすごく好きです。なんか自分はここまでだって限界を作るのはもったいないなと思って。めっちゃけネガティブなんだけどね。なんか夢ノートに書くことって、書いたことは1年前の私は絶対にうわすごく難しい夢だなって思ってたんだけど、それを1年ですごい数の夢が叶ったの。だから言霊ってあると思うし、 NGT なんか NGT のに欠かせない人になるから。
なんか一つでもね、強みがあるといいよね。何だと思う？ゲラ？キャラクターか。なんかさ、あのさ、おしゃべり会とか公演でのパフォーマンス、配信、メール、チャット、SNS の更新とかさ、そのメンバーによって、うわこれは誰にも負けないわっていう部分があると思うんだ。それを作っていけたらいいよね。まあゲラはそうだけど、もう誰よりもゲラだけど、配信か。配信はね、でもほら頑張ってる、頑張ろうって思ってるけど、まだまだならまだからね。まだまだ全然。そのだからさ、配信にたまたま来てくれた人はなんだこの子って思ってくれるかもしれないけどさ、その配信をに覗いてくれるまでの手段だよね。その例えばサムネイルの壁写で、例えばなこの子かわいいって入ってきてくれるとか、公園で見たらすごく良かったので配信にも来てみましたとかさ、その来てくれるまでの道がね、サムネでカニかぶっとく。あ、テロップを書くっていうのいいかもしれない。なんて書く？昨日の怒った顔のチェックはチェック間違えた。昨日の怒った顔のスクショはチェックしました。めっちゃ面白かった。めっちゃ怒ってた。拡散してます。本当にありがとう。そう、皆様のツイートもすごく助かってる。わけわかんない、どういうことって なるよね。カニの人です。まずはね、こうやってちょっとずつ、うっふぅ、どういうこと？それも興味の第一歩。そうでしょ？カニの人ですなんて言われてさ、今この画面に、この画面にカニ一個もないけど。あ、い、あった！あった！あ、ああ消えた。待って、
どう？いいよいいよ、こういうね、変な感じで。あと30、15分くらい、15分とかで何人増えるんでしょう。こんばんは。歌います。初恋の登録者は全然増えてない。誕生日の前に2500人くらいいったけど、それから50人くらいしか増えてない。1ヶ月で50人ペース、1人、1日1人とか。星集めに来て歌声で釣られた。お、そういう方もいるのね。なんか一曲歌うごとにフォローしてねーって言えばいいのかな。すごい。まあね、がめつくいきましょう。がめつく、耳かゆう、耳が乾燥してる、治んない乾燥が。坂道さん推し。いや、ちょっと待って、今全然48さんと歌おうとしてた。心の親と
で、あ、1曲終わったのね。NGT48 3期生の木本優奈です。ぜひショールームインスタグラムのフォローをお願いします。これを毎回やって。一曲歌うごとにくどいな、くどいよな。あ、インスタグラムはこちらになります。あ、元エナアンダーバーポキです。初訪問の方ぜひポキじゃない、間違えた。フォローをお願いします。閲覧増えたね、100人くらい増えた。いいですよ、いいですよ。え、カニが大好きで、いつもカニになってます。なんか最初の頃はさ、もうさ、ずっと自己紹介してたのにさ、久しぶりにすると恥ずかしくなっちゃうよね。聞いてください、あのね。なんか私が好きで歌ってたあの子コンプレックスっていう曲あるじゃないですか。それをね、まずカラオケで歌ってたママがハマったでしょ。で、ユウがあのどっか お買い物してる時、パパと二人でお買い物してる時に、あのこのファーストテイク歌ってるのを無理やり聞かせたの、パパに。そしたらパパがあの子コンプレックスにハマりました。うちみんなあの子コンプレックスハマりました、家族全員で。歌って歌ってって言われるんだよ。候補生の時自己紹介、エントリーナンバー9番くーちゃんですって言って。だから歌うね。
わからんふり、星も消えたこの夜にあなたに導かれて勇気になる。知らないバニラが香った時魔法が溶けてく。どうか誰かに負けたわけじゃない、言ってこと目をそらさずに言ってよ。私が弱かっただけ、そう思わせて優しい嘘を。運命じゃなかった二人は来世では会えないでしょう。誰かみたいに甘えられたなら、あああの子コンプレックス。沈んでも沈んでもいい、それでも恋は走ってゆくから。それでそれでそれで、NGT48 3期生の木本優奈です。ぜひインスタグラムとこのショールームのルームのフォローをお願いします。これ曲一曲歌うたびに言うから、完璧でしょ。ユンもそう思うの。今ねすごく完璧だと思うんだけどね、私がねフォローお願いしますって言ってからね、あのフォローしてくれた人いない、まだ。お願い。お願いお願い。はいはーいって言っていなくなっちゃう。フォローしてくれた、ありがとう。ポキが落ち込んでるから。ありがとう。やだ、フォローしてくれた。あら、ごめん、ありがとう。増えた。最近派手にどじったこと、配信してないと思、配信が止まってると思って素の表情をしてたらそれが配信されたこと。されてたこと。かっこ昨日。すごい怒ってるみたいな表情で、はぁとか言いながら、してたら全部配信されてた。鎖骨はどうだった？え？どうなんだろう、分かんない。鎖骨
んばんは。やっぱりいつでもアイドル忘れないって大切なんだな。ねえやめてよやだそしてまた1曲歌って雑談をしたら100人くらい増えましたテロップのおかげかな、テロップ効果かな。閲覧増えるのに、そうだよ、フォローが増えない、フォロワーが増えない。オートアイドルです。皆さん私推しにどうですか。キラーン、ちょっと効果音つけて、キラキラキラーンキラ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 やだ。キラーン。でもね、こうやってあのね、キラキラでね、皆様をあの元へのスライムに引きずり込んだとしても、その後バレるんだよ。どうせバレるんだよ。一回これで、あのモテなスライムに引きずり込んでおいて、もう逃がさないぞっていう状態でバレたら別にいいよね、ポキ系ね。バレる？え、ポキ系がこうやってあの王道アイドルですって言って、あのキラッとかやってもどうせポキ系はバレちゃうからいいんだけどね。必殺インク、完璧。黙ってて増えたら面白い。喋ってることです。フォロワーさん増加計画を崩してるってこと？どうですか、この10秒くらいで清楚になれたかな。
してた柱の落書き、数字とイニシャルは誰が誰に何を残そうとしたのだろう。時の中では教えてくれる好きさあった。もう完全にアイドル、完全にアイドルだわこりゃ完全にアイドル。いいんじゃないの、いいんじゃないのはい、NGT48 3期生の木本優奈です。ショールームインスタグラムのフォローをお願いしますぜひ、ハートをピンク色にポチッと。
はい、また100人閲覧者数が増えました。イエーイ、いいねいいね。すごいよすごいよ、いいよいいよ、このテロップのおかげかもね。こんばんは。マイクで刺すなこれ。アイドルの才能しか感じられない。うわ、最高に褒め、褒め言葉ありがとう。わかりやすいでしょ。合宿来たけれど、一週間先の予約だった。マネージャーの君が日にち間違えてた。絶対にありえないミス、ごめんなさいって必死に謝る姿に僕はキュンとしてしまって、怒れないのはなぜだろう。ポンコツな君が好きだ、いつもの字ばかり踏んでる。頼りないところがいい、なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛い。仕方なく帰って気がついた。みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くからって。くたくのないその笑顔、そう人生なんて肩の力を抜かなきゃ。息苦しくなるから、楽しくやってゆこう。ポンコツぶりも個性だ、君がおなかに見える。完璧にできることが大切なんじゃない。そんな君のそばにいる、僕の器はちっちゃすぎる。何度間違ってもいい、もっとたくましく生きなきゃ。人はみんなちゃんとしようとする。言われたことだけを生まれた欲しかったのは自由。どこかネジが緩んでる、マイペースな君の感じだ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。
忘れてた、豆があることを。パチパチ痛い。はい、NGT48 3期生の木本優奈です。ショールームインスタグラムのフォローお願いします。これは2人増えてる2人増えた、やったありがとう。いいね、いいね。いいよ、いいよ。一曲歌うごとに100人増えてるよ。じゃあ最後歌って終わります。何にしようかねー。こちらです。みんなハモってね。ハモって。優秀先歌う。みんな上ハモ。よろしく。サビのところ。
手を踏んだ。金眼の僕はポケットのメガネをかけてキャーで来た夏確かめた。戦えると思わなかった。去年と同じ今日この日に今恋と気づいたよ。一年も時が流れて好きになると会いたくなる当たり前のことだよね。目の前で微笑むのは夢の続きだ。すぎる。いつもゴミ上ハモなのに。はい、はい、おい、おい。待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も見てしまった道の向こう。NGT48 3期生の木本優奈です。ショールームとインスタグラムのフォローをお願いします。ぜひ日々の疲れをポーキーの配信で引用しに来てね。はい、また100人増えたよ。ね、本当にすごい、本当にすごい。一曲歌うごとに100人ずつ増えてる。で今日はねアドレナリンがね出てね、みどもり歌えた。あんまりフィッて裏返ったりしなかった。スクショタイムとかしてたら行ったら1000人いくから1000人ね。今日はどんなポーズにしますか。アイドルポーズ、あ、できますよ。ね、あと、さ、待って、笑うとこ違うからね。生写真撮影の時はこうしてんだから。あとは、あと元気系でって言われたらどうか。こうやったりとか。いや待って、こうやって撮ってるのが皆様のところに届いたような生写真ですからね。なんか笑ってますけど。なんかお世辞な
のかな、いつも。今生写真、今制服、セーラー服なんですけど、あの生写真発売中ですって言ったら、可愛くてどっちのも買っちゃったよとか、可愛くてすぐポチしちゃったよとかさ、コメント してくれるけどさ、本当はおもろいなって、いつもあんなゲラなポキがこんなぶりっこしておもろいなと思ってるのってこと、どうなの。セクシーを求められたら、肩をこうやって肩越しの顔でカメラをじっと見つめて口を半開きにする。ってやるんです。どうですか。愛線に来ました、ありがとうございます。ほら。ありがとう。それでは壇上を見たいと思います。13位ビールバラさん、ありがとうございます。12位キットモエラインサンサンサンデーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますって言っちゃった。11位ハルさん、ありがとうございます。10位ヒロイチさん、ありがとうございます。9位アベベポキさん、ありがとうございます。8位ポンスさん、ありがとうございます。7位マコイモさん、ありがとうございます。6位タカタンさん、ありがとうございます。ちょっと耳がかゆい。5位埼玉のりゅうちゃん、ありがとうございます。4位 MS さん、ありがとうございます。3位片山さん、ありがとうございます。2位ゆうきさん、ありがとうございます。1位ゆうさんパパさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日は月曜日だけど、みんなが明日も頑張ろう。ポキもレッスン頑張るね。バイバイ、おやすみ、ごきげんよう。